長与千草は日本の女子プロレスラー、実業家。長崎県大村市出身。女子プロレスラーのカリスマの一人とされる。父親は協定選手の長与茂。る。ボートレースで財を成した父がいる裕福な漁師の家庭に生まれ、10歳まで何、不自由なく育ったが、小学5年生の時に父が保証倒れで億単位の借金を背負った。一家は離散し、 4年間で親戚の家を5軒、たらい回しにされた。食べるのにも、不自由する生活を送り、親戚から厄介者扱いされたため、居場所がないと感じた長代は、中学1年生になると勉強をしなくなり、学業成績は急降下した。成績が悪いという理由で、血が滲むほど殴る、数学教師が嫌で、学校にも行かなくなった。それでも、 協定選手の父に勧められた空手を幼少期から男子ばかりの道場で学んだことが長代にとっての支えとなり、不登校、引きこもりになっても空手の稽古だけは休まなかった。親戚は不登校になった長代を持て余し、もう面倒を見切れないと父に引き取るように連絡した。親戚に長代を預けた父を長代は恨み、父が引き取った。 最初の日に作ったすき焼きはテーブルごとひっくり返した。そんな長居を見た父は4年ぶりに母親に会いに大阪に行こうと誘った。以前は資産家としてちやほやされていた母が4畳半ほどのアパートに住み、つつましいバーで客に頭を下げていたのを目の当たりにし、長代は我に帰った。父の妹夫婦の家に預けられてからは家族の一員として優しく扱われ、 中学2年生の時に学校に新設されたソフトボール部という学校内での居場所を見つけた。中学3年生になってからは女性の担任に恵まれ学校にも再び通うようになった。本人は空手とソフトがなければ本当にどうなっていたかわからないと振り返っている。大村市立久島中学校卒業後、状況。父からは 競艇選手になることを勧められていたという。空手で推薦入学する話もあったが、家族にこれ以上金の面倒をかけたくないという理由から進学の意思はそもそもなかった。出身中学で卒業後の進路に就職を選んだのは長与が初であったと本人は聞いているという。担任の後押しでプロレス界入りに難色を示した。 学校側の了承を得た長代は、弁当の他に購買部で残ったパンで増量し、身長が160センチメートルを超えた頃、体重が70キログラムになっていた。中学卒業後に全日本女子プロレスに入門。長代が住んでいた地方は、情報伝達が遅く、長代がオーディションについて知る頃には1980年入門のオーディションはすでに終了していたが、 空手の関係者を通じて、熊本のプロモーターに、別枠で入門テストを受けさせてもらい、意外にもすんなり合格した。ビューティペアの引退により、女子プロレスが下火になっていたため、人材不足になっていたのだろうと、長代本人は後に分析している。入門すると猛練習、雑用の山、極貧生活の日々が待っていた。スパーリングでは締め技を受けたが、 参ったの仕方も教えてもらえなかったため、いつも失神するまで我慢した。寮生活では、米とトイレットペーパー以外すべて慈悲であり、1ヶ月1万円の極貧生活を余儀なくされ、八百屋で野菜の切れ端を10円でもらい、あとはマヨネーズとタバスコで味付けした。1980年8月8日、東京都の電園コロシアムで行われた大森ゆかり戦でデビューした。 デビュー当初は2リーグ制を採用していたため、B チームに編入された。デビュー2年目の1981年の全女は200大会以上あったが、AB チーム制が廃止されて選手が肩になったため、20試合にも出してもらえなかったと本人は記憶している。収入に困って、家賃を滞納して、アパートを退去させられた際には、デビル・マサミが家賃を肩代わりして、 自身のマンションへの居候を認めた。新人当時からデビルには非常に可愛がられていた。新弟子時代の長与とダンプ松本はプロレスが強くない、上に個性がないため、全くの落ちこぼれであった。デビュー前二人はやめてしまえなどと罵倒され、デビュー後二年はいじめの標的にされた。デビュー後、先輩レスラーとの圧力や自身のファイトスタイルが、 周囲や観客に受け入れられないことに失望し、引退するつもりでいた矢先、どうせ辞めるのならやりたいことをやって辞めようと考え、当時同じように悩んでいたライオネスアスカと、意気投合し、1984年8月にアスカとのタッグチーム、クラッシュギャルズを結成。それまでの女子プロレスにほぼ見られなかった、男子プロレスのエッセンスを取り入れた、ファイトスタイルで、 女子プロレスの新たな世界を作り出し、注目される。長代がストロングスタイルを貫いた理由として、かつてお色気路線の女子プロレスがあったことや、ビューティペアの頃はファンが、プロレスより歌を目当てにしていたことから、女子プロレスをプロレスとして認めさせたいという思いを持っていた。しかし2016年の文献では、同年5月27日のリコシェ VS ウィル、 オスプレイ戦の試合運びを例に出して技が高度化する一途の日本プロレス界は小プロレスに転換する時期が来ていると試験を述べている。入場時にはリング上で歌を歌いベビーフェイスのタッグチームとしてヒールの極悪同盟との構想で女性ファンの人気を博し1977年のビューティペア以来の大ブームを作り出す。 1985年には国悪同盟に負けて、停発したこともある。リング上で、長与と向き合ったことがある影かホールは、初めてシングルマッチをやった時に、この人は天才なんだな、と思った。自分がアピールすることではなく、まるで魔法使いみたいに相手を操って、実力以上の力を引き出してくれるのよ。銃の力しかない新人でも、 長与ちぐさと当たれば20も30も出せる。体が勝手に動いちゃう。やった人にしかわからないことだけど、プロレスをやるのは実は結構しんどいこと。でも彼女と当たると全然疲れない。ダンプ松本さんも同じことを言っていたと長与のレスラーとしての力量を称賛している。本人曰く最高時の年俸は3000万円から4000万円。 最初1億円もあった家族の借金のうち8000万円は、長代が稼いだ金で返済された。稼ぐようになっても、金の管理は姉に任せ、必要分だけ姉から引き出していたため、身の丈を超える金遣いはしなかった。1989年に突然引退。引退の要因としては、当時長代との対戦を熱望していた、神ン忍との因縁を契機に、 ジャパン女子プロレスとの対抗戦実現を狙ったのに、対し、会社側から、全女にメリットがないと拒否されたこと、さらに当時の全女の25歳定年制の関係から、大会ポスターでの扱いが小さくなるなど会社側が露骨に肩叩きの動きを示してきたことから、プロレスに対する情熱が急速に冷めてしまったと後に、明らかにしている。レスライン後は、タレントとして、 テレビドラマや舞台での活動を行っていたが、1990年代前半の女子プロレスブームの中、1993年11月にプロレスラー復帰。JWP を主戦場としてダイナマイト、関西とのシングル戦を熱望し、海戦手から一人ずつ倒していく挑戦ロードを対戦型格闘ゲームになぞらえ、画廊伝説と称した。これを受けて、 同ゲームのメーカーである SNK を個人スポンサーに獲得し、画廊伝説に登場するキャラクターと同デザインの鎧の入場コスチュームをまとったこともある。この画廊伝説は関西戦にたどり着く直前にスーパーヒールデビル、マサミに敗れて終了した。そこで一からやり直しとなった最長戦ロードはサムライスピリッツと称され、最終的には 関西とのシングルマッチを行ったが、長与の敗戦に終わっている。1995年には、ガヤ・ジャパンを設立、新人選手を育成、指導した。2000年には、ライオネス・アスカとクラッシュ2000として、コンビを再結成するなど、精力的に活動するが、2005年4月10日に、ガヤ解散とともに、再び引退。以後、ライブハウスやドッグカフェのオーナーをしながら、 プロレス工業のプロデュースなどを行いつつ、更新育成のための事務設立を準備している。2006年には、カオルの復帰戦にあたって、2008年末にもデビル、マサミイ引退工業にて、それぞれ1試合限定での復帰をしている。2010年秋から 100kg まで増えすぎた体重を調整するため、ダイエットに挑戦して 25kg 減のダイエットに成功した。 デビル、サミみ引退工業から、長らく女子プロレス界から姿を消していたが、2013年に、沈黙が破られ孫弟子にあたる過月の指導にあたり、10月17日の仙台ガールズ後楽園大会にも来場。また、長世に憧れ、プロレス入りしたスターダムの新人、彩りは匠の、サポートも約束した。2014年3月22日、大田区総合体育館で、 プロデュース工業、ザッツ女子プロレスを開催し、1日限定で選手復帰。第1試合で、カゲツ、アヤワと組、ダンプ、カオル、ヨ・フォートラと対戦、ダンプに蛍光灯を浴びせて勝利し、工業終了後、新団体、マーベラスの設立を発表した。一方で、ダンプ松本が再戦要求するなど、対戦のオファーもあったが、本当に、 無理と本格選手復帰については否定し、選手以外の立場で女子プロレス界を支えることになる。2014年7月6日の浜松市を皮切りに、始まるザッツ女子プロレスツアーをプロデュース。2014年10月11日、東京、両国国技館で開催された、関東忍生誕50年ミスター半世紀イベントスーパーレジェンド、伝説から神話への、 メインイベントで、カンドリ・シノブ、ダンプ・松本、藤原・義明、対長タイ、長与千草、天竜・源一郎、堀田ホッタ・ユミコの6人タッグマッチに出場。2015年5月23日、大田区総合体育館で開催された、大江戸町花火で、同郷の大仁田敦史とコンビを組み、ダンプ・松本タルト、史上初の男女混合電流爆破デスマッチに出場。試合後に、 大似た絡み限定で現役復帰することを宣言した。長代の言葉の凄みは圧倒的な感性とアフレダさんばかりの女子プロレスへの深い愛情にある。2016年までのマーベラスにおける大会終了後の総括コメントなどで語録を残している。100カラットの瞳白い告白指定友情1987どうしたんだ マイハートジャーニーファイティングガール5日、また8月8日、サンクフォー,オールダンシン、ラブハートラインスリリングシャワーディアーマイフレンズ心を込めて、リングリングリング涙のチャンピオンベルトガイアレック、長与ちぐさコンサート86ちぐさ ON マイロード、長与ちぐさコンサート87ステー長与ちぐさ、ハートライン、ちぐさマニア長与ちぐさライブ88アクター、 ちぐさマニアに長与ちぐさサマーライブ FUCGI 長与ちぐさライブアクター2ニューヨークストーリーちぐさマニアスペシャルありがとうございます